オーモンドは、イギリスの競争馬、シュボバである。19世紀末に史上4頭目のイギリスクラシック三冠を達成し、16戦腐敗の成績を残した名馬である。不遇の晩年を送り、シュボバとしても成功することはできなかった。代表3区はオーム。母、リリー・アグネスは2から5歳時に、イギリスで、走り32戦して21勝、ドンカスターカップなどに勝った。 三区には、オーモンドの他二戦ギニーに勝った、フェアウェルや、プリンス・オブ・ウェールズ・ステークスのオソリー、未勝利場ながら、セプターの母となったオナーメントがいる。父ベンドアは、初代ウェストミンスター公の下エプソムダービーに勝った馬で、オーモンドは、この二頭の間に、母から見れば、第三子として生まれた。生まれた頃は、馬角が小さく、膝が曲がっていた。 その後も成長が遅れ気味であったが、2歳の春にかけて成長目覚ましく、10月にニューマーケットでデビューする頃には素晴らしい馬体に成長していた。初戦は一場審査で勝ちデビュー戦を飾る。2戦目のクリテリオンステークスも楽勝。さらに2日後に行われたデューハーストステークスも獲得し2再戦を終えた。翌シーズンの初戦は2戦ギニーとなった。 11対10という圧倒的一番人気に押された、ミンティングが逃げたが、オーモンドはこれを並ぶ間もなくかわすと2場審査で一冠を獲得した。エプソムダービーは、ザバーブが相手となったが一場審判差で干渉した。ダービー後は、セントジェームズパレスステークス、ハードウィックステークスに勝った。秋は、セントレジャーステークスから始動。 セントミリンに四馬身の差をつけ勝利し史上四投目のイギリスクラシック三冠を達成した。さらに二ヶ月の間にチャンピオンステークスを含む五戦、すべて勝利し、デビュー以来の連勝を13に伸ばしたところで休養に入った。この頃、オーモンドには異変が起きていた。すでにセントレジャーの前には母のリリー・アグネスがわずらっていた全名賞の兆候が現れていた。 もっともこの時点では動きそのものに大きな問題はなく、ポーターは現役を続行させることを決めた。ロイヤルアスコットのルースメモリアルステークスに出走させ、25ポンドも金量の軽いキルーリンに6馬身の差をつけて優勝した。この時ゴールしてから半時間も拍手が止まらなかったと伝えられている。しかし全名称は確実に悪化していた。ハードウィックステークスは ミンティングとの再戦になり、オーモンド生涯唯一の苦戦を経験する。2000ギニーでは破ったもののもともとミンティングはかなり強い馬で、オーモンドを避けて出走したパリ大賞を5馬審査で圧勝する実力の持ち主だった。レースはかなり激しいものになり、なんとか首差で勝ったもののすでに限界に達していた。インペリアルゴールドカップという短距離戦を、 引退レースとして16戦のうち一度も負けることなく引退した。引退後のオーモンドは歴史的名馬にもかかわらず不遇の寄生を送った。場所の初代ウェストミンスター公爵、ヒュー・グローブナーはオーモンドに大きな愛着を持っていたものの、イギリスに全名称を持ったオーモンドの遺伝子が広まることを危惧し、数年間供養した後アルゼンチンに12000ポンドで輸出した。 アルゼンチンでは成功することができず、続いてアメリカ合衆国へ3万1250ポンドで転売された。アメリカではオーモンデールを出したが病気のため産区数が少なく、1904年、ついに呼吸困難に陥り殺処分された。遺体は一度埋葬されたがその後掘り出され、骨格がロンドンの自然史博物館に展示されている。生涯を通じて、 ンク数が少なかったため、その地を現在に伝えているのは、イギリスに残した少数の産句のうちの一頭、オウムの子孫に限られている。ありがとうございます。